はい、こんにちは。ソニーショップテックスタッフ、店員佐藤です。えー、今日はですね、ZV-10 の、えー、ソニーストア銀座での展示が始まったので、その実機を見せていただきに参りました。えっ、ー、と、揃って2台、ブラックとホワイトで展示されています。ブラックの方は SEL2070G のレンズが付いているものになります。レンズは18万4800円のものですね。もう一つは、えーと、ホワイトの方は SEL2860 が付いていました。 こちらは52,800円のレンズなんですが、レンズキットとして買うとプラス33,000円で買えます。2枚ほど特に買えます。ボディの方はこちら、天面から見てるところですね。スイッチがレンズ脇に行っています。そしてこちら背面の方ですが、コントロール2のところにステップズームという機能が割り当てられてますが、まあ、これは自分でカスタマイズしていろいろできます。 さて、えっ、ー、と、今からはメインメニューからですね、えっ、ー、と、ZV-1 の各機能をチェックしていきたいなというふうに思います。最初にセットされてたのは XAVC4KHS だったので、まあ、普通に撮影するモードにちょっと今、戻してますね、一生懸命。ISO も、えー、オートにして、 すごいですね。40万9600から使えるという、これをオートのところに貼り、えー、立て込むこともできます。そして、えっ、ー、と、なぜかラット選択になってるので、ということは、えっ、ー、と、これはですね、ログ撮影のモードになってるみたいですね。なので、これをちょっと直します。S709 になってますが、えっ、ー、と、2ページ目に、 メイン画面の2ページ目にありました。ログ撮影。入りというのは。この辺の設定は、えー、FX30 と一緒になってますけれども、フレキシブル依存しか選択ができないようになってて、えー、とシネあの EI とか、そういうのは使えなくなってました。ホワイトバランスの設定など、こういったものはメインメニューからアクセスができます。これがマイクの指向性ですね。前方、前方位、後方。そして、 オートにすると前方と前方位の二択になります。えっ、ー、と、前方に顔認識で人が入ると前方になって、ないときは前方位になります。さあ、えっ、ー、と、手ブれ補正アクティブを今試そうとしますね。これが手ブれ補正なしです。手ブれ補正なしだとこんな感じ。これがえと通常の手ブれ補正ですね。ボディ内手ブれ補正だけでえと補正しているもの。これが手ブれ補正アクティブです。 えと若干画角削られてるけども大きく補正するもの。これが新しく搭載したダイナミックアクティブ補正です。まあちょっとこの短い距離だとわかんないですかね。ただこうやって見てみるとかなりもう吸収されてるというかほとんどジンバルの捨てるような感じで撮れます。今ちなみにレンズ 28mm だったのはちょっと画角かなり狭かったですね。えっ、ー、と認識対象は 7R5 と同じ、えー、動物と鳥と瞳、鳥以外のものが選べるようになってます。さあ記録フレームは 60p 60までしか取れないんですけども、これは後日アップデートで 120p 対応になります。えー、とこれは、えー、S&Q の記録フレームレートなんですけども、設定方法がちょっと画面が変わってて、記録するフレームレートとあの撮影するフレームレートを一緒にこうやって設定することができます。 なので、下のところに、えー、と何倍スローモーションとかクイックモーションとかっていうのが出るので、これだったらあのミスなく分かりやすく設定が誰にでもできるようになってるかなと思います。さあ、そしてタイムラプス設定、これが新しく搭載されたものですね。動画ファイルとしてもいきなり作れてしまうタイムラプス。えっ、ー、と、これ 4K に今なってるので、えっ、ー、と、 説明書では6秒までいけるっていうふうに書いてあったんですけど、実際に5秒までですね、1秒から5秒の選択でインターバルを取って、で記録フレームレートを設定して撮影するようになっています。で、えっ、ー、と、ビデオライト設定っていうのもここについてるので、見てみると、えっ、ー、と、ビデオライトを撮影するときに何秒つけるのかっていうのをこうやって設定できるようになってるみたいです。で、ログ撮影、先ほど見ましたけれども、えっ、ー、と、FX30 だとここにフレキシブル、あのー、 フレキシブル ISO だけではなくて、シネイアイとかシネイアイクイックが使えたんですが、その辺が省かれているということになっています。えっと、ログ設定を戻しました。とあとはプロキシ設定。こちらもプロキシ記録が同時にできます。で、えっと、こちら AP。APS-C の撮影なんですけども、これが 4K になっていると、 もうあのフルサイズでしか撮れないようになってるみたいですね。ハイビジョンにすると、えっ、ー、と、これ、APS-C サイズも、あの、レンズによって切り替えをオートでやったりとかっていうのができるんですが、えっ、ー、と、この辺は、あの、1200万画素ならではの機能になっているかなと思います。で、メニューどんどん進んでますね。えっ、ー、と、2番目にフォーマットの項目があったり、ファイル撮影モードがありますね。 でえー、と今、撮影モードはあの動画にして、えー、とメニュー見てます。残念ながらちょっと時間がなくて静止画の設定とかっていうのを見ることができなかったので、それはまた製品版が手元に届いてからあのご案内したいと思います。これはえと動画の撮影モードの選択ですね。あのお任せオートがついているので、あの設定よくわからないって方はそこにしておけば間違いがないかなと思います。 で、サイレントモードとかありますけども、これはあの操作の音を出さなくしたりとか、あと、あの、絞り、他触せるときに絞りをあの駆動させてしまうんですけども、それを、えっと、サイレントで音出さないようにするとかいうことができるようです。で、フリッカーレス撮影、静止画にはついてないんですが、高分解シャッターというのが付いてました。しかも、フリッカーレス t v スキャンという、あの、フリッカーを自動検出するものも付いています。今、自主動で直してますね。 あのシャッターースピードがすごいい細かい数字になってますまだフリッカーがちょっと見えてるので自分で落としていくと250落で出てますね128出てますね64これも微妙に出てないかなでフリッカーレス TV スキャンにすると99.8これがあの機械で測ってるあの最適な一番シャッタースピードの速、えー、い、えー、と LED フリッカーの出ないところということになります。 これが付いてるので、動画に関しては、まあ、フリッカレスというか、えっと、LED の、あの、光源があった時でも安心して使えますね。で、マイクの指向性の切り替えのところですね、これは。で、手ブレ補正のところに来ました。で、先ほどのダイナミックアクティブ、いろいろあります。で、フレーミング補正というのが付いていますね。 このフレーミング補正というのはこちらです。えっ、ー、と、動きながら被写体を自動で固定してくれるというモードで、これは、えー、とダイナミックアクティブモード、テブル補正のモードの時にあの使える機能ということになっています。ちょっとあの使う、使えるシーンに制限がありますね。ここではちょっと被写体がいなかったので試しておりません。すいません。そしてどんどん先の ものに行って、今度はオートフレーミング設定というのがあります。あ、その前に商品レビューですね。ぼかし具合の設定というのがあって、これは、えっ、ー、と、スライダーだけで、絞り値を要は変えてるんですけども、絞り値の数値ではなくて、大と小という形で、えっ、ー、と、動くようになっています。それと、これは、 これはあれですね。えっ、ー、と、シネマティック設定ですね。5つのシーンを選んで、4つのムードを選ぶというのを今、あの、やってるんですけども、こうやってタッチタッチで全て操作するようになってます。これが普通に撮ったものですね。普通撮影。これがシネマティック撮影ですね。上下に黒みがついてますが、 えっと、これ2.35対1に切られています。16対9で記録はしています。するとセルフタイマーがついています。これ動画のセルフタイマー。入りにしました。で、これでシャッターを切ってみます。そうするとこうやって3秒前からカウントダウンが入ってレックが始まるというようなモードになっています。そしてオートフレーミングですね。えっ、ー、と、これは三脚固定をして使う、えー、とモードになります。 でクロップレベルなどいろいろ選べるのですが、ここで、えー、と操作画面の方どういうふうになってるのかっていうのを、えー、とデモでちょっと撮影しています。これがですね、ちょっとあのキャプチャーできなかったので、あの背面液晶をちょっと撮影する形でその動作を見てるんですが、タッチでこうやってフレームの収、えー、める被写体を選ぶことができるんですね。 このときは AE ロックもあのタッチ AE という新機能もあるので、えー、とタッチするとそこに、えー、と露出も合わせるということをやってますねはいそしてこれが実際に撮影した、えー、と映像です 4K で撮っています 4K でオートフレーミングして、えー、と左下に見えるのはこれはキャプチャーした画像ですねカメラの方にはどういう風にどこを撮っているのかっていうのをこうやって、えー、とモニターできるようになってます HDMI 出力で全体像を出力しながら、で、カメラの方ではこうやってフレーミング、あの、オートフレーミングでクロップした映像を記録するということができて、これはカメラで、えー、とクロップしてる映像を撮っています。こうやって遠く離れるとちゃんとズームしてくれるし、こっちに戻ってくると、えっ、ー、と、枠を広げて、えっ、ー、と、ズームをしてないような、まるで本当にカメラマンが撮影してくれているかのような絵になりますね。不思議ですね。すごいですね。 えっと、画質はこれ 4K で記録しているので、えっ、ー、と、見てお分かりの通り、クローズアップされると、やはり画質はハイビジョンレベルまで落ちるんですけども、まあ、あの、バレないというかですね、最初に 4K 見せておけば、割とハイビジョンの絵って差し込んでもバレないので、えっ、ー、と、見てる人はそんなに、あ、画質落ちたとかっていうふうには気づかないかもしれませんね。ただ、まあ、これ、あの、ワンオペで撮れるようになっているので、あのー、配信するときとかに、 撮るときだったら、あの、配信で 4KO の配信をする方はあまりまだいないし,しゃらないと思うので、ハイビジョンだったらこの画質の劣化とかっていうのはほとんど、まず気にならないんじゃないかなと思います。えっと、クロップレベルはこうやって、えっと、設定をある程度自分ですることができます。割と日の丸構図じゃなくて、頭の方の空間を狭めて撮ってくれたりしているので、なかなかよくできてるなと思いました。 はい、続いては、えっ、ー、と、ISO 感度の設定とか、チェックしてますね。この辺も特に変わりはないかなと思います。で、あ、ここで、ピクチャープロファイルがありました。どうなってるのか見てみます。1、2、3、4、5、6、10、11。えっ、ー、と、この作りは FX30 と一緒ですね。PP ラットが4つ入っています。 で、ラット選択。あの、ユーザーラットの管理は、これメモリーカードに自分のラットを入れて読み込ませる機能。美肌効果がついてるのも嬉しいですね。ゼブラ表示などは、えっ、ー、と、普通に FX と一緒、30と同じようについてます。えっ、ー、と、オートフォーカスの乗り移り感度、速度。このあたりも、マリアルで設定ができます。被写体認識は、ご覧の通り、 7R Mark 5と同様です。最新のアルファになってますね。すごい強力な AF 性能を持っているカメラだと思います。はい、この辺も特に大きな変更はないかなと思います。あの、ここに有線 LAN の端子ついてないのに有線 LAN なんてあるんだなと思ったら、えっと、USB のこの n の、えっと、切り替え機能というか、あの、アダプターつけることでこれ、 あの、USB を、端子を LAN 端子として使えるみたいですね。ちょっと試したことないんですが。あと、FTP 転送などの設定はないようです。えっ、ー、と、カスタムキーの設定を見つけました。えっ、ー、と、このカスタムキーの一番のところに、どんな機能が割り当てられるのかちょっと覗いてみます。まあ、あの、ユーザーが好みの機能をあそこの、 あのコントロールボタンのところに割り振ることができるんですがあここにブライトモニタリングがありますねはいブライトモニタリングの設定もできますなので星を撮影する方とかはこういう機能を割り当てておくと便利かもしれないです ファインダーが付いてないので、えっと、明るいところでどうするんだろうっていうところですけども、モニターの明るさはこうやってマニュアルで変更できますので、あの、最大に明るくすれば、静天下でも、えー、モニターの視認は問題ないかなと思います。まあ、ある程度ちょっと白飛びしちゃうんですけど、明るくできるので、あの、構図とかの確認はできるかと思います。 はい。これでメニューを全部見終わった感じですかね。はい。えっ、ー、と、ZV-104 月21日発売です。ボディのみで328,900円。レンズキットで361,900円。そして、えっ、ー、と、ラッキー抽選会、ソニーストアの方で始まってます。昨日から始まってて、えっ、ー、と、先ほど1時前にクーポンが発行されましたので、こちらで購入されるとお得に今買えると思います。予約購入できると思います。 ぜひご検討になってみてください。